で活躍できる次世代スターを発掘しようと、さまざまな海外で受ける一芸を持った芸人さんに集まっていただきました。ウエスピーさんが一番世界で受けると思った芸人を決定していただきまして、コラボ動画を撮影していただきます。さらにさらに、そのコラボ動画をフォロワー1100万人、ウエスピーさんの TikTok アカウントに投稿していただきます。すげえ。ではお願いします。今日は世界一危険なパフォーマンスをお見せしたいと思います。世界一危険、はい、ミュージックスタート。なんか楽しそう。ヘリコプター、ヘリポートか。うわわわわわ、着陸ポイント見つけた。おーい、いいですね。いいですねが出ました。いい、あ、これいいんだ。おお、着陸した。どうもありがとうございました。どうでしたか、ウエスピーさん、これは。そうですね、でもアメリカのゴッドタレントに出られたっていう今年。もう出ている、はい、あの4月にアメリカに、はい、行かせていただいて、この芸で、はい、これでこの一芸で。すごいじゃないですか。ゴッドタレントで言えばですけど、ダンスとか踊ってる時のその長さとかで、もしかしたらそこに罰を押されるタイミングがあるかなっていう気はちょっとしました、はいはい、僕は学生時代に習った打足という言葉を思い出しました。もうちょっと何かあればよかったのかなっていう気は。他のネタなんてあるんですか。あのバランスボールの上に乗ったままどれだけ蹴られても落ちないっていう芸がありました。じゃあ蹴っていただいて。これが蹴るんですか。全部耐えます。おお。いきます、はい、これでもいいかもしれない。あ、これいい。世界何ですか僕の決め台詞です。決め台詞が世界です。あの届かない声です。今からこのうどんを今まで誰もしたことないであろう食べ方で食べたいと思います。はい。あ、もうしたことがないであろうです。これでいけんの？どうやって口まで運ぶの？あー、食べてる。あー、吸ってる。すげえ。うわー。できました。難易度上げたいと思います。難易度？今のマックスだったけどね。すごいな。おー、ブリッジエクソシスト。そっから、はい。おー、バランス取れてる。釣れるか、釣れるか。はい。うわー、行った。うわー。いやー、体張ってますね。すごいですね。いや、面白いと思います。あ、これ面白い。面白いと思います。はい。うどんっていうのはどうなんですか。伝わるとは思います。でもその現地の麺とかでやった方が良かったりもするかもしれない。現地の麺だ。イタリアはパスタ。パスタとかそういう。フォーとかですか。フォー。東南アジアでやるならフォーかもしれない。ベトナムフォーね。あとなんか音楽とかあったらいいかも。あ、音楽。よくありがちですけど、はいはいはい、無音でやってるのはちょっと寂しかったりするんで。高音使ってますもんね。音楽でなんとかやってる感じもあります。音楽大事かもしれません。デデみたいなのでやってたりとか。ちょっとそれも考えていただくということで。それをやってみたいと思います。ありがとうございます、はい。
それでは、こちらに、駄菓子屋とかで売ってるこのカエルのおもちゃがあるんですけど、うんうんうん、今から僕お尻の力が強いので、うん、こちらのこれピョンって跳ねるんですけど、はい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 、僕はこいつをお尻に挟んでこのカエルを、跳ねさせることができます、ちょっと見ててください。いきますいきますよ、はいはい、うわいってはいってでこいつなんとねこのカエルのおもちゃなんですけど地面に固定させると、はいはい、カエルが立ち上がるんですよ。この伸びきってピューピューって。ちょっとそれを見ててください。いきますよいきますよ、うわーおい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 かわいい、かわいいな。今からこいつを高さまに立たせて演出されてます。こいつを、逆さまに立たして、はいはいはい、このベルを鳴らしたいと思います。最後こいつ鳴らして終わりたいと思います。いきますよいきます、うわいやもう発想が面白いですね。発想です。発想ですね。嬉しいと思います。なんかもうちょっと派手ななんかネタがあったら、うん、海外向けのやつちょっとラストあるんですね。いいですか、はい、ほんまにこれはちょっともう一瞬芸一発芸。あのカメラ映ってないところで喋らないでください。はい大丈夫。いやあっちで喋ってるから。すいません。はい一発芸でいきます。こちらこのラップあるんですけど。ラップ。このラップを僕は口でスッて破ることできます。これはどういうことでしょうか。スッて破れたらパーンって音になるんで、はい、それだけちょっと聞いてください。はい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 、ではいきますよ。いきます。いい音いい音、はい、これはないんじゃないですか、はい、あるのかな。これもしかしたら受けるかもしれないです、ね、わかんないですけど、もしかしたら受ける可能性も。でこれを枚数を何枚も重ねてやったりする。あなるほど、はい、2枚でも十分硬いんで。これちょっと2枚見せてもらっていいですか、はい、2枚はまだ破るんですけど、自分の中で3枚がちょっときついぐらいですよ。え、はい、3枚がきつい。なのでちょっと3枚いってみます。3枚いきましょう、はい、いきます。3枚はほんまに難しいもん。いきますよ、はい、いきます。キュンでしょ。なんか喋ってる。おお。ブラボー。これいけるんじゃないですか。そうですね。もしかしたら行く可能性も。受ける受ける可能性もあるっていう。これちょっと嬉しいです、ね。うんうん。これすごかったです。はい。TikTok フォロワー、180万人？180万人です。